土曜鬼雲ネフヘスコナアジエンタは、小金雲かの雲である。水田に多く見られる、黄色い小型の鬼雲類である。日本の平地にはごく普通の雲で、水田などでよく見かける雲である。旧帰宅全体でも、草原の普通種である。小型の鬼雲類で、腹部は黄色くて黒い筋模様がある。縁毛を張るが、その角度は様々。水平に張ることもあり。 その際に上面に定位する場合がある。年に2回発生するが、土曜の頃に見られることから、土曜鬼雲の名がある。ただしこの名には変遷がある。体長は、メスで5.5から10ミリメートル、オスでは4から6ミリメートル。東京部は褐色で、多くの個体で、小中線に褐色の細い縦半、両側に褐色の縁取りが出る。腹部背面は黄色から、 東高色の地色で、後方では左右の黒縁が繋がって黒線になる。オスはメスを一回り小さく痩せさせた形。日本では北海道、本州、四国、九州と伊豆諸島に分布する。国外では旧北区一帯に広く分布する。日本では平地に生息し、水田とその周辺、草原や河原などに見られる。 朝または、他に池近くの草原を挙げている。国外でも、草原と、農耕地で広く見られる。例えば、イランでの綿花畑の雲小の調査では最も数、多い種の一つに挙げられている。中央ロシア高原での調査では、草刈りの入る草原からならばやしにわたる、諸条件のある区域で広く見られ、個体数も多かった。 より細かな生息環境としては、林園までは観察されているものの、林下では見られなかった。造毛性で、標準的な縁毛を張る。縁毛は垂直に張るものから水平に張るものまで、種によってある程度決まっているのが普通だが、本種の場合、垂直から水平まで様々な角度で張る。網に雲がいる場合、雲は網の中心に定位する。特に水平縁毛を張った場合、 この種では、網の上面に背中を上に止まる場合がある。円網を張る雲では、ほとんどが網の仮面側に止まり、このように上に乗る例は、ごく少ない。日本では他に、丸ゴミ雲に見られる。ただし、本州の場合、網の仮面に止まることもある。これについては、網を張った当初は仮面に止まり、その後上面に出るとの観察もある。また、網を張り替える際に、横糸だけを片付け。 残った放射状の縦糸をそのまま使って、そこに横糸を張ることが観察されている。雲が網にいない場合もある。その場合、雲は網の一端で植物の刃先を折り曲げるようにして、糸でかかった住居を作り、そこに潜む。一年間に二世代を繰り返す。高知県では、陽性越冬で初夏に成熟して7月にはいなくなる。 6月下旬から7月上旬に1回目の産卵があり、孵化した妖精は9月下旬から10月には生体になり、第2回の産卵が行われる。第1回も、第2回も、1頭のメスは3から5個の卵脳を作り、卵脳1個には300個ほどの卵が入っている。土曜鬼雲という和名は、この種が土曜の頃に見られることによる。しかし、 この種の和名は元来は土用雲であった。この名は、もともとは、メタドーニツァイ・ボーゼンバーグ・アンストランドに対して、与えられた和名であった。例えばユバラはこれを使用している。だが、彼も、この種の外形がメタらしくないことを指摘している。その後に、この種の所属する族がネヘスコナであるとして移動された。同時に、これが和名で言えば、 鬼雲類であるとして解明したのが土曜鬼雲であった。ちなみに、メタノ族としての和名は土曜雲族であるが、現在は単に土曜雲という名の雲は存在しない。これはつまり、本種はこの族を追い出されて解明を受けたが、その名をこの族に残していったということらしい。他方、熱コナは和名を姫鬼雲族といい、これは、 N アジエンタのは名がヒメオニグモであったことにちなむ。この種は N ドーニツ二イ以前に記載されてそれぞれ別種と考えられていた。ヤギ沼にはこの2種が別種としてそれぞれ別ページに彩色図版で掲載されている。その後、この2種が同種ではないかとの説が浮上する。ヤギ沼ではヒメオニグモの図版は引っ込められており、北海道産のヒメオニグモとしていたものが土曜グモ。 であること等が述べられているこの時点では、日本産は N 同二歳であるとの判断であったようだが、現在では、両者は同種であるとの判断となっている。ただ、ここでも、学名と和名の面白い関係がある。N 同二歳と N アジエンタがシノニムと判断されたことから、先に記載されていた校舎が、正式の学名となった。だが、和名は、 前者のものであった土用鬼雲が使われたのである。そして俗名は姫鬼雲族のままになった。つまり、種名を土用が取り消された姫の方は俗名に残った形である。同族のものは日本に11種が知られる。その中でよく似たものとして、小野偏著は以下の2種を挙げている。これらはいずれも本種より褐色が強く、また、腹部の反問で区別できる。 ただし、アマミオニグモは、トカラ列島とアマミ諸島からしか知られていない。ホシスジオニグモは、南西諸島、九州、四国と本州南岸まで生息するが、日本本土においては、沿岸部で見られるものである。農耕地に多く見られ、特に水田ではよく見られる種であり、農業害虫の天敵として働いている。ただし、個体数では、コモリグモかやサラグモかのものが多く、 また演網を張るものでも、本種より個体数が多い種があり、天敵としての重要性が特に高いとはされていない。以下、種として、小野編長、P443 深海 P200 アサマホカ P71 ハット、ゴバミーエトール、パルコニノバイか池田編浅間ほか、P P71 以下、池田編浅間ほか、P P71 ユバラ、P117 深海、P204 ヤギヌマ、 P56 ありがとうございます。